ミササガ通り、ミササガ通りとは、愛知県刈谷市内を通る市道の愛称名である。2001年に、刈谷市の市政50周年とカナダのオンタリオ州、ミササガ市との姉妹都市定携20周年を記念して、ミササガパークが整備された。それと一体的に、カナダをイメージして市道が整備がされたことから、この道路は、ミササガ通りと命名された。 1983年に設立された、カリア市国際友好協会を通じ、カリア市とミササガ市は、様々な交流を行ってきた。ミササガ市内には、カリアパークや、カリアドライブなど、カリアの名を冠した公園や道路がある。ミササガ通りの沿道には、カエデが植えられており、毎年秋が深まる季節になると色鮮やかな紅葉が、通りを演出する。また、 ミササガ教と命名されたサルト線に架かる橋には、ミササガ市の市相の他に、サーモンやメープルリーフなどの衣装があしらわれている。1980年11月、カナダ・オンタリオ州、ミササガ市より、日本のカリア市との姉妹都市提携を希望する書簡が届いた。翌年1981年1月、日本企業関係者が、ミササガ市長、 ヘーゼル・マッキャリオンの新書を携えて、カリア市に訪問する。これに対して、カリア市側は、慎重な態度をとり、まず調査団を、ミサ探しに送った。ところが、ミサ探し側は、同日のうちに、姉妹都市提携を宣言した。こうした問題があったものの、スポーツ、文化面での交流を中心に友好を深める線で、合意に達し、調査団の帰国後、 カリア氏側も議会で承認可決した。姉妹都市提携の調印式は1981年7月6日にカナダのミササガゴルフカントリークラブで執り行われた。しかしその後、一時は音信が途絶え、また議会選考の提携であったためか市民レベルでの交流はなかった。そこで次にアメリカミシガン州のフリント氏が 姉妹都市提携を申し入れてきたが、これに対し当時の宮田刈谷市長は明確な回答を避けた。ようやく1983年4月になって、刈谷市国際友好協会が発足したことによって、三笹川市との具体的な交流が始まった。三笹川通り沿いにあり、三笹川パークと双葉グラウンドの間にある公園。刈谷市市制50周年記念事業の一環として、 整備された都市計画公園で、その愛称は市民からの募集により決定したもの。刈谷市と三笹菓との友好の意味が込められている。ありがとうございます。